ほっぺ周りですかね、中眼面っていう場所が間延びしたりとかたるみによって長く見えてしまっているものを変えることができますので、ぜひ、ね、気になっている方はお試しください。小川慎弘です。はい、今回の動画は悶絶、たった1分で主な顔を解消する最強の方法をあなたにお伝えしていきます。まあ、この、ね、動画を見ていただいている視聴者の皆さんもですね、お腹を気にされている方結構多いかなと思うんですね。コメントの方もね、たくさんいただいているんですけども、まあ、それをですね、最速で改善させる方法なんですけども、お腹といっても、もう生まれつき骨格上お腹のものは、それはもう骨自体をギュッと短くしたりすることはこう、ね、当然できないんですけども、上の部分で真ん中下とあった時に、どうしてもこのマスクで隠れてるほっぺ周りですかね、中眼面っていう場所が間延びしたりとかたるみによって長く見えてしまっているもの、そういったものはですね、こういったセルフケアで簡単にね、見た目を変えることができますので、もともと骨格的に遺伝的に長い方とかでもですね、そこにやっぱむくみとか余分なお肉脂肪とかも溜まって、そこからさらにお腹に見えてしまってるっていう方もいらっしゃると思うので、試してもらうとですね、見た目すごいスッキリするんで、ぜひね、気になっている方はお試しください。ではね、早速やっていきましょう。はい、今回のミッションはもう1個だけですね。まずね、今の状態をね、しっかり見といてほしいんですよ。中眼面ですので、まあ、大体目とこう口の間ぐらいですね、ここをスッキリさせていくんですけども、まずね、確認してほしいことは、口角をグッと上げれるかどうかですね。普段この辺サボってる筋肉で口角が上げれなくなってる方はすごくまあ要注意なんですけども、口角をグッと上げた時にこのほうれい線ができるとこ、ここに今回は指を当てていくんですけども、やり方はほうれい線を作るような感じにして、ここに人差し指をですね、グッと当てます。当てたら指の腹全体をですね、上にギュッと持ち上げるように仮定します。でその時に口角はもう上げた状態で頬骨に向かってですね、お肉をグッと持ち上げるように指を密着させます。ちょうど黄色い骨が上顎骨、青い骨が頬骨なんですけど、そこに指を当てて上顎骨と頬骨を一緒にグッと上に持ち上げるような感じで指を固定します。でこれで密着した状態で、今度は反対のね、親指の母指球、肉球ですね、それをこの指全体に当てて固定します。肘をついて、まずはこの人差し指で頬骨線のところにしっかり当てて、反対の手を親指をこう乗せるんですけども、当てた状態で密着、そこに肘ついて、もうそこに頭の重みを乗っけていくだけです。ただしこの辺ね、結構凝り固まって筋肉自体も硬くなっているので、結構痛いと思うんですけど、それも痛すぎない程度に、これね、片側30秒いきますので、まず僕の場合はこの左側からいきますね。左手の人差し指をほうれい線のところに当てます。指全体をグッと頬骨上顎骨に当てて、反対の右手の親指の母指球ですね、そこを当てて、そこに頭を乗っけていきます。でここからね、30秒ですね。で、よーい、スタート。頭の重みがね、指にグーッとかかるんで、指が食い込むようにこうすごい刺激になって、ちょっと痛いぐらいなんですけど、まあ、そこはもう力加減、加減してください。でこの間ずっとね、口角を上げっぱなしですよ。はい、これ30秒ですね。引き上がってますね。左の方がスッキリしました。じゃあ続いて右側も同じくいきますね。右手の人差し指を口角を上げて、このほうれい線できるところに当てます。当てて反対の親指を当てます。このまま口角を上げたまま30秒で、用意スタート。口角はずっと上げっぱなしの状態で固定ですね。はい、これで30秒ですね。はい、ではこれでね、見比べてみます。両方ともしっかり上がって、顔すっきりしましたね。で、触った感じもなんか引き締まった感じがあります。これでね、片方30秒ずつで、目と口との間をぐーっと引き上げて、間延びして、お腹に見えてるものをすっきりさせることができますので、気になっている方はですね、ぜひもう毎日で朝起きた時と、まあ、夜寝る前、まあ、1日2回ぐらい目安にですね、ぜひお試しください。
はい、では今回の、ね、動画をおさらいしていきますね。今回はもう最速ということで、もうね、ミッション1個だけですね。まずはですね、狙うポイントなんですけども、面長といってもですね、上と真ん中と下と全体じゃなくて、今回中顔面、真ん中の部分ですね、目と口との間ぐらいのこの中顔面をキュッとね、狭めていきます。この辺のね、お肉がむくみがあったりするとたるんで間延びしたりとか、あとマスクでこの辺の表情筋がうまいこと使えてないと、こうたるみの原因となってですね、顔がね、ちょっと間延びした感じに見えてしまうので、そこをしっかり引き締めていきます。まずですね、やり方としては口角をグッと上げてもらって、まず口角上げれないと、まあ、それだけね、筋肉弱くなってる証拠なんですけども、口角グッと上げた時にちょうどほうれい線ができるポイントですね、そこに人差し指を当てます。骨でいうと、ちょうどこの黄色い上顎骨と頬骨のとこに指をこうかける感じですね。指の腹をペタッとこう当てて、そのまま上に向かってキュッと押し当てます。この間ずっと口角上げっぱなし で、そして反対の親指の母指球ですね、そこをこの人差し指にガチッと固定して、机にこう肘をついた状態で頭を乗っけていきます。力で押すというよりは、しっかりとこの骨にコンタクトして、頭の自重で重みをかけて刺激していくっていう方法です。その間ずっと口角は上げっぱなしでいきます。口角上げて、ほうれい線のとこに指を当てる、で反対の母指球を当てて、で肘ついた状態で頭の自重をかけていきます。こうすると頭の重みで指がぐーっと食い込んで、上顎骨と頬骨がですね、上にぐーっと押し上げられて、前伸びしたものがスッキリするっていう方法ですね。でこの間ずっと口角はもう上げっぱなしでやっていきます。はい、でこれはですね、30秒30秒両方で1分することで、お腹を解消させてスッキリさせることができますので、まあ、骨自体がね、もともと長い方っていうのはもう骨格を変えることはどうしても無理なんですけども、どんな方でもやはりむくみとかたるみっていうのは多少なりともありますので、そういったものを取るだけでもね、見た目変化することができるので、ぜひね、気になっている方はお試しください。両方で30秒30秒1分ですけども、気になっている方はそれを2セット3セット続けることで、さらにね、スッキリさせることができると思うので、ぜひお試しください。はい、では今回のね、動画を見ていいなと思った方、高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。